でもこの KTW の赤と全然違いますよね、こっちの赤。真っ赤っかじゃないですか。目立ちますね。ちょっとこの目玉の感じがいいな。だから結構ビビッドに動いてくれないと、まあルアーにしてもロッドにしても。そのストレスなく使えるもので、自分が勝つ信じられてるもの。やっぱ飛距離が出るっていうのはいいですね。そうだから結局ちょろっと巻いただけじゃなかなかやっぱり、特に春、苦労した挙句じゃないと。9時ぐらいです。はい、僕結構午前中が好きですね。朝一、その7時とか8時はないですけど、午前、マジかよ、やばいやばいやばい、よし、おっしゃー、やっぱり何色だと思います？かい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 、やべやべ、うい、よっしゃー、ごっついよ、本当にすごい、コンディションいいな。うん、Z クランクジュニア、完全にザリガニなんです、食ってるのは。でやっぱこいつら、岩の隙間から出てくるザリガニ食ってるんで、やっぱ顎割れてるやつ、ゴンって突っ込んで食ってるタイプなんで、やっぱりその岩の上をガガガガガガガボンバババってやってくるとザリガニいたと思って食うんですよね。で完全にフロントフックにかかるんで、この食い方をさしてくれると本当に助かりますね。絶対バレない。ケツ1本とかで中層で食わせるとやっぱり食い上げてくるんで、こっちにかかるんですよね。そうすると取れないとかバレるとか起きちゃうんで、これはもう本当にこの時期の水温10度いくかいかないかだったら理想的な食い方してくれてます。リップラッパー出てくなら、バルサとかの高浮力のやつで、外れね、ガチガチやっていくと、逆に水温低い時はそれぐらいでリアクションさせた方が、深いところまで潜らせて食わせるっていうよりもリアクションですね。そしたらやっぱりちっちゃくて赤くてピッチが速いやつってなると、もうバルサのシャロークランクしかないです。やっぱこれですね。よっしゃ、来た。でっかくはねえか、こっち走ってるかな、それか。おお、あぶね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 、やばいやばい、あ事故シャレにならん、シャレにならん、危ない危ない、はい、うわ、びっくりした、乗り上げたかと思った。でやっぱりフロントフックなんですよね。これがちょっと違うな、やっぱり性格が、ルアーのメスですね。でまたこいつもザリガニ食ってる魚、頭がボコボコです。あそこら辺からリップラップ結構きつくなってきて、でここら辺も泥があんまり被ってないリップラップですね。で
そこをそういうとこ攻める場合、あの中層で食わせるならスナブノーズとかの M5 とかでビーって動かしてくるのありなんですけど、ここ見たくリップラップがしっかりきっちり入ってて、でその上に何も積もってないからしっかりその 岩の上をゴン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 ってやってこれる場合は、こういうふうにその高浮力で、まあ、シャローモデル物を拾わないようにで引っかかんないけど釣れるでかいのがっていうクランク、まあ今回メガバスの Z クランクのバルサモデル使ってますけど、やっぱこんだけしっかりと晴れてくれてると光が来ればあの岩系とかあの影ができづらくて、あの黒くて硬いものの方が水温が上がりやすいんで、そこの方がやっぱり魚早く動き出すんですよね。なんで晴れてたらやっぱりそういうところがありで、逆に曇ってたら動いてるには動いてるんですけど、水温上昇っていうよりもローライトで動き出すんで、そういう場合はあの足であったりとかっていうのも可能性あるんですけど、まあちょっとこの天気だと、まあ上がってきてくれる岩を狙うしかないっていうのが、まあ、苦しいですけどね、正直なところですね。お、意外と動かないもんですね。こっち行っとんな。ドリフトドリフトみたいな。よし。結局巻き続けないと釣れないと。これしか投げてませんね今回で、こっからは Z クランク信頼の赤。でかい、これはでかい。まあね、これはびっくりしますよね。食ってるしね。 Z クランク、ある意味火吹いた。よっしゃ。よし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 、バラさねえよ。オラオラ、こいこいこい、やばい、これは危ないな。やばい、やばいぞ。飲むよ。よっしゃ、かかったな2本。ほいほいほい、外れねえや。あっしゅい、やっぱ釣れんねえ。勝負に。また今年もスナブの赤 M5 です。いい、いいね。もちろん赤、今回も去年も赤中心できたんですけど、基本的にリップラップで狙ってる時は、ザリガニ、特にやっぱり今年みたく水温が上がるような一日晴れててくれた条件っていうのはやっぱりザリガニとかが動きやすいので赤っていうのがキーワードになってきます。
で、この2つの大きな違い、やっぱり交付力バルサを使ってるっていうことで、何か物に当てた後、基本的には、リップラップだったんですけど、リップラップに当てた後に跳ねる。で、スナグノズの M5 の方は基本的に当てた後にずっとそのまま物に当たっていく。この動きの差があるんですよね。で、やっぱりリップラップ狙ってる時は、ザリガニを意識してるんで、どうしても跳ねたりとか、まあリアクションですよね。一言で言えば。リアクションさせやすい方が確実に魚に口を使わせやすい。逆に一定層でブーって何も当てずに、もしくはまあたまに当たるぐらいで引いてくるときは、別に、スナブノズの M5 の方が、引きやすいんですけど、物に当てたりしたときに、さらに、ザリガニみたく、ポンっていうリアクションを誘いたいときに。まあ今回も多分、竿をリフトさせてるときとかにゴンってきてやってるとかしてるんですけど、そういうのはやっぱり、このバルサを使った特有の動きっていうのはやっぱり強くなってきますね。去年も今年も今日もですけど、赤シャロークランクのザリガニの赤っていうのだけで押し通したんですけど、まあこれどこのフィールド全国どこ行ってもこの春の季節、シャローザリガニで赤っていうのはもう鉄板なので、どこに行っても一緒です。で、去年も今年ももちろん一緒ですし、5年前も一緒ですし、来年も一緒です。で、どこのフィールドでも一緒なので、皆さんもまあこの2つじゃなくてもいいですけど、シャロークランクでちょっと強い釣り、かっこいい春の釣り、皆さんもちょっと試してみてください。